はい、2021年10月7日ドラクエウォーク、本日は福引きを引いていきたいと思いますということで、マイリースト配布、ささやかながらにも一応まあこれ10連分、それからですね、こちらの、あ、ちょっと待ってね、交換所の方、こちらの方、これはマイレージ10連分ほどありますんで、とりあえずグリーンガムの方行ってみたいと思います。なんで笑ったの？来週は何が来るんでしょう。私的にはブレスかなと思ったんですけど、やっぱ剣かね、どうしても。どうなんだろう、ブレスの方が面白いかなと思って、それ用に残しておこうかなと思ったんですけど、まあね、せっかくなんで行きましょうと。なんだろう、お前欲しいのか。いや、そんなことないですよ。まあ、とりあえず行きましょうということで、それでささやかながら20円行ってみたいと思います。まあね、まあね、全然期待はしてないですよ。全く、もうこれっぽっちも1ミリも期待はしてないですよ。全く期待してません。していませんってことで行きましょう。なんか未練たらたらで、まあ行きましょう。とりあえず行きましょう、ドン。あれなんですよね。ドラゴーラムの前まだしつこいな。あれがあるんですよね。いや、今のジェムで一応行けるんですよね、天井はね。あー、そのままですよ、そのままです。期待してないって、まあ、欲丸出してはもう一回行きましょう。練習的に中出てくると適当にいいんですけどね。これあっさり終わったんじゃない？さてさてさて、そのまま終わっちゃうんじゃない？そのまま終わっちゃった、そのまま終わっちゃった、そのまま終わっちゃった。はい、終わりました。わー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 ね、わー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 、あれだろ、よくタラタラだもんな。まあそんな感じで終わりました。どんな感じですか？寂しいね、もうすぐ終わっちゃったね。終わっちゃいましたけど、まあ現状の状況としまして、とりあえずレベル的に言うと、私79を一応はね、折り返し地点にしたのかな。というか79ぐらいにして、ほこらやっていくと1レベルぐらいごちゃごちゃやってると上がってくるんですよ。私なんて、あ、溶岩。あいつがまだね、そんな揃ってないんですよ。やっと1個 S が揃ったぐらいのところかな。いや、グリーンガムないからいらんっていうこと話しないでくださいよ。なんで、まあ2個ぐらいはとりあえずかなということで、一応、現状こんな感じで、まあ役に立つような職業から上から順番に行って、で、あと、スパースタ海賊行って、まあ最後に、一番役に立つそうなパラディンってこうかなって。今週も来週もずっととりあえずキラバがある予定なら、あれでなんとかベドが立てるかなと思って。1キラバのあれで1レベルは1レベルじゃないか、1職業ぐらいはなんとかならんか。あれ50番でしょう。50番から100番ぐらいはあるはずだから、1週間でどうだろう、数レベルぐらいは多分上がってるはずだから、今週は難しい。来週、再来週ぐらいにはなんとかならんかなと。まあ別にそんなに急がんでいいですけどね。来週の熟練度が来るんかな、そこら辺がどんな感じかなと思って、まあ、それがあるならちょっと80上げようかなと思って、まあ、とりあえずこんな感じで全員全く一緒です。これこんな感じで、ちょっと待ってくださいね。全員同じ職業、連続細胞でずーっと変えてて、装備も全く変えてないです。こんな感じで戦闘ドラゴラムって、2番手がインフェルノでギラウって、で3番手が会心担当じゃないですけど、でメタルのトロコボシとか、そこら辺を含めて世界中これでいって、これ本当は素早くしてもいいんですけどね。火力強いことでミスがあるからっていうところで下げてますけど、物理だもんで。強いよ、これ普通に、これで普通に周回できる。一応これをだからゴールドマン担当にして、こんな感じで、新宿両方会心なんですよ。つけて、あんまり素早くならんように力強いやつを適当に並べてるだけですね。これ別に2本3本でもいいと思う、はっきり言って。会心も何メダルも倒せるし、唯一の弱点が物理だからミスがあるっていうだけで、いや、強いですよ、ほっとり。これ真面目に呼ぼう。これがなかったら絶対こっち使う。無理にこれ入れん、これ入れんですね、無理に。これでいいと思う。数本あるんで、これ数本でもいいと思う。で一番後ろもまあ魔法イオナズンかにしといて、こんな感じで、もう全く書いてないです。心に関しても全員素早させて、もう早くして、こんな感じでやっておりますね。これでなんとか一応いけてます、職業的に。バトマスの時でも別に問題なかった、レンジャーの時でも。あとどうだろう、スパスターまだいいにしても、パラディになった時どんな感じかなと、素早さが、っていうことですよね。だってキラバも最終的に私も上げる職業がそれパラディになったら、最後パラディに行かなかんね、全員で。そうなんですよ、パラディ、まああれだろう、あまりに早くなんか淡白に終わったら、なんか適当に繋ごうと思って喋っとんだろう。うん、そうですよ。これキラマの方がね、こんな感じの構成。あ、またあれだね、職業変えとかなあかんね、キラマ来るときに。こんな感じで、これがね、戦闘ドラゴラム、ドラグラム打って、で
2番手がキャド全体やって、まあ火力が一応強いからですね、キャドが効くってわけじゃないけど、純粋にフロストティンガが強いから耐性ある敵もありますけど、まあそれを補えるかなって。でスーパーノバ、メラ全体、この2本で完全稼ぎますね。これで稼いで、うん、まあこれ一応無属性なんでマジカルブースターで、で単体残った時とかね、 HP 多いやつをメラゾーマで仕留めようみたいな感じで、で心構成に関してはこれも完全あれですね、素早さ寄りに関して、で真珠でもあれですよね、素早さ使ってますよ、こんな感じでもう全く無視して、ここら辺でもそうできる限り、これはあれかレンジャーだね、まだいいか調整してますね、ここら辺ね。一応でも素早さ真珠できるだけ入れるようにします。これがなヒャドが確かないんだな、うん、ここがちょっと遅くなるかな、意外にメラが素早さ真珠があるんですよ、うん、これ一番やっぱ早く動いてほしいんで40、20やって、装備に関してはそうですね、ここら辺がね素早さでいってますね、完全に。でこれぐらいじゃないと、適正の職業外れちゃうと間に合わん、レンジャーとかでまだこんな感じで、それでもきついよね、700いくつで、これが唯一800あれか、多分職業変わっていっちゃうとこれどんどん落ちてくるから、ちょっとパラディンは周回きついんじゃないかな。で素早さとかもうちょいごまかしたやり方しんと、だから心あれだよね、これ魔法心じゃなくて他の色のね、水流とか使ってかなあかんのかなと思いますよね。まあそんな感じでございます。全く当たらなかったんで、ちょっとね、間が持たんかったんで、なんか適当に違うこと喋ってました、そんな感じでございましたって。まあ欲書きすぎちゃダメということで、まあ来週のガチャ何が来るかお楽しみにしましょうということで、私はブレスかな、ブレスかな、ブレスかなと思ったんですけど、剣かな、やっぱ剣気でブレスかなと思ったんですけど、まあいいや、お前の当たらん予想はね、だからガチャも当たらんだよ、そんなこと言わないでということで、はい、ということで、そんな感じで終わり。